でも新たき極上生成豪華大祭典って名前は結構かっこいいな。美味しいものもいっぱいあるかもしれない。離島に行ってみようぜ。あれ、周りを見てもお祭りをやってるって雰囲気じゃないな。童心に聞いてみようぜ。何か知ってるかもしれない。何かお困りごとですか？ん？お祭り？お祭りが開催されるという話は聞いていませんが、もっと詳しい情報はありますか？例えばそのお祭りの名前とか。新たき極上？新たき派が主催してる新たき極上生成豪華大祭典だ。ああ、この前姿の彩り祭で騒ぎを起こしたあの新たき派ですね。ではあの未認可の催しのことを言っているんでしょうか？未認可の催し？いやいや違うぞ。新たき極上生成豪華大祭典のことを言ってるんだ。ああ、いえ、そう何度も名前を言わずとも状況は大体理解しました。その件について説明しましょう。確かに数日前、私どもはここで新たき派の者を見かけています。彼らはここの景観を損なうようなものをあちこちに積み上げていました。ここで姿の彩り祭よりも大きな祭りを開催するんだと先頭に立った者が言っていました。あれが多分あなたたちの言う祭りのことなんだと思います。話を聞いてみたところ、彼らは催しの開催許可も会場の使用証明も持っていませんでした。奉行所で事前に申請すべき手続きにもそういった記録は一切ありません。明らかに未認可なものでしたので、私たちは規定に従い強制的にその催しを中止させたんです。え？強制的に中止？じゃあ、あいつらまさか捕まったのか？いえ、彼らはそういった経験が浅かっただけで、安全対策も一応用意していたのでそこまではしませんでした。簡単にその辺の決まりを彼らに教えて終わらせています。安全対策？あいつらも安全意識はしっかり持ってるんだな。もし新たき派をお探しでしたら、天金島に行ってみてはどうでしょう。天金島はシャブ業が大小様々な祭りのために用意した会場です。その上、民間が主催する文化的な行事を育むことも目的としています。ですので手続きも費用も最小限なものになっているんです。このことは新たき派の人にも教えました。もし彼らに祭りを開催する気がまだあったら、あそこが一番適した場所でしょう。なんだか不安な気がしてきたけど、せっかく来たんだし天金島に行って探してみるか。このことについてはもう少し考えさせて。命を捨てに来たか。
時と同じだな。荒滝派の人はいなそうだぞ。ここはシャブ業の代行が管理しているはずだ。そいつに聞いてみようぜ。二人とも何か用かい？ああ、わかったぞ。君たちもあの荒滝極上なんとか大祭典っていうのに参加しに来たんだな。そうだ、ついさっき天領奉行の九条沙羅様と長野原花火屋の宵宮さんも来たんだよ。宵宮さんは花火を届けに来た際、彼らが会場の準備をしているところをたまたま見かけたみたいでね、興味をそそられたのか見に行ったんだ。九条沙羅様の方は一体何のためにここへ来たのかよくわからなかったが、オイラたちよりも先にここに着いた人がいたんだな。で、荒滝派の奴らは今どこにいるんだ？それが残念ながら最近は島に空いている場所がなくてね。だから彼らには北西の小さな浜辺を会場として手配した。もう少し早く申し込んでくれていればもっといい場所を用意してあげられたんだが、北西の方に向かえば彼らを見つけられるはずだ。来てくれたか、マブダチ。ちょうどお前がいつ来るのかと思ってたところだ。来てくれて嬉しいぜ。俺様の会場を見てみろ。どうだ、これ以上いい場所はねえだろ。三方は海に囲まれ、空気も澄んでる。町の喧騒から遠く離れ、よそでは見ることのできない絶景を楽しめる。天金島を背にしたここは祭り文化の中心とも言えるだろう。極上のおもてなしと施設を独占できる好立地だ。さらに陸路も水路も利用できて交通の便がいい。徒歩や船であっという間に来ることができる。この会場を見た瞬間、俺様はビリッときた。ここしかねえってな。あの瞬間、世界は大きく変わった。親分最高！絶対天領奉行の奴らに追い出されただけだよな。それより本題に入ろう。今回お前らに来てもらったのはもちろん俺様の新たぎ極上正々豪華大祭典に参加してもらいたいからだ。そしてこの祭典には大きな意味がある。俺ら新たぎ派の名を宣伝することにもなるから、今後仲間を募集するのに役立つって親分は言ってたぜ。それから忍の姉子の卒業をお祝いすることができるとも。あと資金不足で過去数回にわたって延期された団体活動の埋め合わせもだ。まさに大きな意味のある祭典だな。アキラ、最後の一言は余計だ。祭典つうのは宣伝すればするほど参加する人も増える。だから忍にはチラシを配ってもらってんだ。おい、忍は主役なんだろ。あいつが真面目に仕事してて、どうしてお前らがここでブラブラしてんだよ。俺様だって真面目に、真面目にお前らをもてなしてんだろうが。実は親分はさっき帰ってきたばかりなんだ。お前らがもうすぐ来るかもしれないからわざわざ帰ってきたんだよ。親分も忍の姉子と一緒に頑張って客寄せしてくれてたんだぜ。おいおい、
そう褒めんじゃねえよ。ほえ、虫使い野郎も真面目に働いてたんだな。珍しく頼りになるじゃないか。ふっ、サラとムチビスケに話すことはねえ。それより兄弟、今回の祭典について何か聞きてえことはねえか。あの長野原花火屋の店主のことか。あいつはほんと熱くておしゃべりなやつだよな。天金島に荷物を届ける途中、たまたま俺らの祭典を知ったみてえだ。この祭典を気に入ってくれたらしくて、お祝いに来てくれた。次は花火を用意してくれるとも言ってたぜ。今後は荒滝屋も長野原花火屋にちょくちょく顔を出した方が良さそうだな。それより兄弟、今回の祭典について何か聞きてえことはねえか。あのクソ天狗のことか。あいつにも一応招待状を送ってやったんだよ。だがあいつはそれを受け取らなかった上に、わざわざここまで来て掲示板を立てやがった。観光客への警告だとか言ってデタラメなこと書きやがって。しかもだ、その内容を書き換えるなよって俺らに釘まで刺してきた。俺ら荒竹屋を付け狙うとは実に卑劣だ。いつか絶対に街中で正々堂々あのクソ天狗を倒してやる。この俺様があいつをみっちり懲らしめてやらねえと。それより兄弟、今回の祭典について何か聞きてえことはねえか。いろいろあんぜ。あそこの小さい丘が見えるか。あれは豪華峰っつって、あそこに立てば海に向かって自由に歌うことができる。このかがり火は炭で瓜を焼くのにぴったしだ。で、こっちの箱は七星召喚をやるにも虫相撲をやるにもちょうどいい大きさをしてる。本当にいろいろあるんだな。だがこの祭典の一番の目玉は豪華菜園だ。ほらこれを見てみろ。お前らにこっそり教えてやる。これは俺様が秘密の仕入れ先から入手した縄文だ。とある有名な陰陽師が残した小鼓で、本来なら800万マラもする代物だ。だがその売り手はこのかっけえ俺様と、彼女には縁があるっつって割引してくれた。たった80万もらでいいって言ってくれたんだよ。800万もらもするものが80万もらになるなんて、どう考えても騙されてるだろう。当然俺様だってそんな安っぽい手口には騙されはしねえ。この小鼓の縁が破れてることに俺様は一目で気がついた。つまりこれは不良品だったんだよ。そんなもんが俺様に縁があるなんて笑えるぜ。だから俺様はもう一度値切った。最終的に8万もらで交渉成立したってわけだ。本当に儲けもんだぜ。得したのは相手の方な気もするけど。それより牛使い野郎が8万もらも出せるなんて、そっちの方が驚いたぞ。たかが8万もらだ。俺様を甘く見るなよ。そのうちの2万は俺が出したけど。俺も。親分、なんで俺だけ3万なんだよ。2万、そして3万。牛使い野郎、
自分は一銭も出さずに子分から8万もらも絞り取ったのかよ。おいおい、お前どういう計算してんだよ。俺様だって残りの1万もらを出せる。せて食べんのはここまでだ。もうこんな時間だし、そろそろ白部のとこに戻んねえと。祭典はまだまだ始まったばかりだ。賑やかにするにはもっと人を呼ばねえとなんねえ。その小鼓をちゃんと持ってろよ。豪華祭宴を始める準備ができたら元太に声をかけてくれ。そんじゃまた後でな、兄弟。俺は荒滝豪古祭の案内人の元太だ。豪古祭宴を始める準備はできたか？あ、そうだ、この小鼓だが、親分が一つ説明するのを忘れててな。俺たちみんな楽器には詳しくないから、始める前にお前が調整した方がいい。そうすればより美しい音が出るはずだ。さあ試してみてくれ。Thank you.